ねえねえマリサ、どうしたんだレイム。今までいろんな動画出してたけど、一番最初の動画で話してたこと覚えてる？確かクマムシの動画だったな。その動画の中で何か言ってたっけ？最後の方で言ってた、人間は昔から生き物にヒントを得てた。って話よ。あれで他にどんな発明がされたのか気になって毎日ご飯も3杯しか食べられないわ。がっつり食べてるじゃないか。まああれからいろいろ資料を集めてたんだぜ。せっかくだし、今回は生き物から作られた発明についていろいろ紹介していこう。やった？やった？まず紹介に移る前に、生き物から発明をすることの歴史について学んでいこう。よろしく頼むわよ。生き物の構造や機能、生態などを分析してそこから新しい技術を開発することは、1950年代にいたアメリカの神経生理学者オットー・ミュー氏が、すでにバイオミメティクスという言葉で定義している。日本語にすると、生物模倣技術、生物模倣と呼ばれることもあるんだ。これから紹介する実例の中にもあるんだが、蚊をヒントにした痛みの少ない注射、マイクロニードル、などもこれに当たる技術だな。一時期話題にもなったやつよね。そもそも生き物は長い間自然淘汰の中で、環境に適応するために進化をしてきたわけだから、とても合理的で、人間には思いつかない進化をしているケースが自然界にはたくさんあるんだ。科学のヒントは東大元暮らしってことなのね。そういうことだな。巨大なものからナノサイズのものまで、いろんな問題を解決するヒントが生き物に眠ってるんだ。ちなみにバイオミメティクスの歴史をたどると、1400年代のレオナルド・ダ・ヴィンチもそれに当たるな。よく覚えてないけどなんかすごい人だっけ？彼はもともと芸術家なんだが、解剖学、数学、建築学、天文学などなど、様々な分野を熱心に研究した、一言で言うと、超天才、だな。何その探求心の魔物みたいな。彼は1903年に飛行機を飛ばしたライト兄弟より先に、鳥の研究から飛行装置の開発を手掛けていたんだ。結局成功はしなかったが、生き物からヒントを得る、という考えにはたどり着いていたんだぜ。鳥から飛行機、ってのは誰でもわかるバイオミメティクスの代表例よね。まあ、前置きは長くなってしまったが、今回はそんな生き物から得た科学技術について紹介していくぜ。レッツゴー。まず紹介するのはカワセミの流線形のくちばしを参考にした新幹線だ。新幹線によっては先頭の部分が特徴的な形をしているが、これは鳥を参考にしてるんだ。新幹線がこの形になってるのは有名だけど、そうだったのね。写真を見てもらえばわかるがくちばしがそっくりだろう？新幹線は時速300キロものスピードで走行しているが、トンネルの多い日本ではこれがあだとなる。何か問題あるの？高速でトンネルを通過すると、高速で圧縮された空気が発泡音のように出口から押し出される。これはトンネルドン、とも呼ばれる現象で、騒音問題やエネルギーの無駄につながってるんだ。しかし、カワセミの流線形のくちばしはこの問題を解決する上でとても役立つ。空気抵抗をほとんど受けないとか？そうそう、カワセミは川の魚をダイブして食料にしているんだが、水に飛び込む際、水しぶきが出ずに受け流すことでスムーズに入水が可能なんだ。水に突っ込むたびにバチャバチャ音出してたら魚に逃げられちゃうもんね。あとは騒音を抑えるための工夫もされていて、パンタグラフにギザギザを入れている。パンタグラフは架線から電流を引き込むために必要不可欠な装置だな。これも生き物から得た知識なのかしら？これはフクロウの翼から得たヒントで、フクロウは音を出さずに獲物に近づけるんだ。新幹線はこれを応用して、周辺の住民に配慮して騒音を軽減しているわけだ。騒音対策は鳥が優秀なのねー。次に紹介するのはサメのサメ肌から作られた競泳水着だ。これって少しクマムシの動画でも話してたわよね。サメの肌は無数の鋭い歯のような鱗に覆われていて、鱗の一つ一つに V 字状の溝があるんだ。これによって早く泳ぐ時に発生する乱流をかき消すことができるんだ。これも水の抵抗を少なくしているってわけね。しかし単純に溝をつけただけでは表面積が増えたことで水の抵抗が大きくなったんだ。あらら、試行錯誤の結果、厚さ 0.5 ミリの布地に深さ 0.1 ミリの溝を1ミリ間隔で刻み、最終的には 7% もの抵抗を減らすことができた。NASA や AIS など多くの専門家と協力して作り出した水着は、レーザーレーサー、と名付けられ、2008年に北京オリンピックで水着を着用した選手が、次々と世界新記録を打ち出してしまったんだ。すごすぎー。でもなんで、打ち出してしまった、なんてちょっとネガティブな感じなのよ。それは北京オリンピックでレーザーレーサーを着用した選手が、合計23個もの世界記録を出してしまったからだな。世界新記録ってそんな簡単に出るものだっけ？出ない出ない、これは明らかに水着の問題となって国際水泳連盟は2010年から着用禁止にしたんだ。ちょっと待ってよ、なんでこんないい水着なのに禁止しちゃうのよ。それは公平性の問題だな。
企業と契約を結んでいない国が不利になるし、お金を持ってない国にもハンデになってしまう。だから2010年以降は水着素材を布地だけに制限するルールが決定されたんだ。まあオリンピックの公平性を考えたらしょうがないのね。次に紹介するのはナミブデザートビートルの背中から作られた水を集める素材だ。そもそも何の生き物なのよ。これはアフリカのナミブ砂漠に生息する生き物だな。砂漠にいるからもちろん水分などもなく、水はとっても貴重なんだが、この生き物の背中には小さなコブが並んでいて、朝露を背中に溜めることができるんだ。空気中から水を集めるってこと？そうそう、空気中の水分や湿気を背中に集めた後は撥水性の水を伝って口まで流すんだ。だから後ろ足を上げて頭の肩に水が流せるように進化した長い後ろ足も特徴的だ。ミッドのエンジニアはこの仕組みに着目して、開発できないかと研究し、撥水性のあるシートにコブをつけたところ簡単に作成できた。テントで使用すれば毎朝1日分の水が確保できるし、水資源問題の解決にも役立ちそうだな。簡単に水を確保できる装置が作れるのはとても良いわね。撥水に関する技術だと、あとはハスの葉なんかも有名だな。水の上とかに浮いてるでかい葉っぱね。あれは葉っぱの表面が特殊な構造になっていて、直接濡れることがないんだ。葉っぱについた虫なんかを絡め取りつつ、中心に蓄えて栄養にしているんだ。次に紹介するのは蚊の口から生まれた痛くない注射針だ。これは最初に話したな。誰でも蚊に刺された経験はあると思うが、なかなか気づくことはできないだろう。痒くなってから気づくことがほとんどよね。蚊の口は針状になってるんだが、直径わずか 0.02 ミリほどで人に痛みを感じさせずに血を吸うことができる。実は蚊の針は1本に見えるが3本で構成されていて、2つの顎と1本の針でできている。まずギザギザになっている2つの顎を先に突き刺して、穴を広げてからメインとなる針を刺して血を吸う。これにより、ギザギザの先端しか皮膚に触れることなく抵抗が少なくスッと血管に入ることができるんだ。痛みも感じないうちに3本もそんなの刺されてたの。まあ人類が刺されまくったおかげで、痛くない注射針ができたならそう文句も言えないな。泣く子供の数が減るなら多少は許せるわね。次に紹介するのはヤツメウナギの仕組みを参考にした生態マイクロロボットだ。ヤツメウナギは昔もチラッと出たけど、グロテスクな生き物よね。ああ、下顎がない恐ろしい見た目をしているやつだが、医療業界に貢献している。生態マイクロロボットって？霊夢は体の病気を知るためにまず何をする？病院に行ってレントゲンとか MRI を取ったりするわね。普通はそうだな。でも体の中に入って病気の原因を直接見ることができればもっと確実だよな。そんな SF みたいなことできるわけ？生体マイクロロボットはそれを実現できるんだ。すごすぎー。まあまだ開発段階なんだが、血管に入るようなロボットに複雑な機械は入らない。それにも死体内から取り出せなくなっても問題のない素材で作る必要もある。そこで化学物質に反応するような単純なセンサーを搭載したロボットを作るのが大事なんだが、ヤツメウナギの神経系はすごく単純でロボットのセンサー作りに最適だったんだ。血管の中でうねうね動くのかしら？まあ見た目がどうなるかはわからんが、仕組みが単純ってのが大きなポイントだな。次に紹介するのはカタツムリの殻から作られた汚れないキッチンだ。え？カタツムリの殻ってそんな高性能なの？カタツムリの殻は常に水をまとっていて膜のようなものに覆われているんだが、これによって汚れや油を弾くことが可能になってて水で簡単に流れるんだ。なんか常に湿ってると思ったけど膜を張ってたのね。その仕組みに着目して、キッチンや家の壁などに応用されたりしているわけだ。もちろん水の膜を張ることはできないから、浸水性の高い加工をして防護技術に役立てている。家の壁は常にホコリや排気ガス、土なんかで汚れる危険があるからな。見た目の汚い家は嫌だろ？確かにそれはそうよね。ヌメヌメしてて気持ち悪がられてるけど、汚れを弾く清潔なやつだったのね。次に紹介するのはオナモミから作られたマジックテープだ。これ小学生の時に投げ合ってたわね。ああ、小さい頃はひっつき虫とか読んでたりしていたな。これは経験したことがある人は誰でも察するんだが、服にくっつく仕組みが応用されている。オナモミの先は一見トゲのように見えるが、実はカギ爪のように繊維に引っかかるようになっている。マジックテープも同じように片面はカギ状のテープ、片面は綿毛にすることで、粘着性のテープ以外で初めて何度も使えるテープを作ることに成功したんだ。オナモミの仕組みからマジックテープを作り出せちゃう発明が天才的よね。次に紹介するのはコウモリの超音波を活用したソナーだ。そんな高性能な機能をコウモリが持ってるの？コウモリは基本的に目が悪いが、
地形の複雑なトンネルに暮らしているだろう。でも体がぶつからずにトンネル内で生活できるのはなぜかというと、超音波を出しているからだ。霊夢もトンネルで声を出したらすごい反響するだろ。確かに声が響くわよね。超音波はそれと同じで、音の跳ね返りを利用してコウモリは地形を把握しているんだ。人間には到底真似できないわよそんな。目の悪さを補うために聴力を極限に進化させた結果ということだな。そしてソナーも同じように、人間に聞こえない音波を出して、その反射から物体の位置を計測しているんだ。ソナーの存在は今では軍事的にもなくてはならない存在になってるよな。次に紹介するのはムール貝から作られた耐水性の接着剤だ。ムール貝って美味しいけど、接着剤の要素なんてあったっけ？ムール貝は船底や波止場にびっしりくっついていて、簡単に剥がすこともできない。しかし、自力で吸盤などで抵抗しているわけでもないのに、なぜこんなに力強くくっついているのか考えたわけだ。すると、ムール貝があるタンパク質を出していて、それでくっついているとわかったんだ。タンパク質ってそんなに固まることあるの？ああ、そうみたいだな。以前からも防水の接着剤はあったんだが、ホルムアルデヒドが出る危険もあって、普通にキッチンや建物内みたいな生活スペースで使うのは危なかったんだ。それはできることなら使いたくないわね。ムール貝のタンパク質なら自然由来だし害もほぼないから、安心して使うことができる。既存製品の代わりとなるものが作れれば選択肢が広がって良いわね。次に紹介するのはサンゴ礁と同じ仕組みで作られたエココンクリートだ。エココンクリートって？そもそも普通のはエコじゃないの？今じゃ建物に当たり前に使われてるコンクリートは、水や砂を凝固するために欠かせないんだが、実は製造する際に大量の二酸化炭素が排出されてるんだ。それって環境に良くないんじゃないの？ああ、そうだな。しかし開発コストの安さや作りやすさを考慮するとどうしても依存しているのが現状だ。それ以外のものを使うなら、新しいものを開発したりまた設備を作り直すコストをかけなければならない。どうしても企業は環境よりも自分の利益が優先になってしまうからな。悲しいけどお金には勝てないよね。すでに世界中の 8% 以上もの二酸化炭素がコンクリートのせいで排出されているらしく、その問題を解決するために作られたのがサンゴ礁の仕組みを参考にしたコンクリートなんだ。その仕組みって？地上では花や木がそうしてるように、海中ではサンゴ礁や貝が二酸化炭素を吸収して生きている。つまり逆に考えれば、サンゴ礁や貝は二酸化炭素の原料とも言えるんだ。なんだって。そこで逆に煙突の煙から二酸化炭素を吸収し、海水と合わせて、サンゴ礁を作ることに成功した企業があるんだ。逆転の発想だけど本当にできちゃうのはすごいわね。次に紹介するのはヘリカワの清潔さに注目した抗菌カテーテルだ。カテーテルってどんなの？カテーテルは血管とか尿道とかに通すための医療用の細い管だな。直接血管の中に侵入するものだから、ウイルスや雑菌などがついているとかなりまずい。血管の中に直接ウイルスが入っちゃう？ああ、人間はウイルスの侵入を防ぐためにくしゃみや咳をするわけだが、こうして直接血管にウイルスを入れてしまったら、ごく少量でも感染症のリスクが高まる。そこでエンジニアのトニー・ブレナン氏はヘビ革の清潔さに着目したわけだ。ヘビ革って革製品に使われてるイメージぐらいしかないわね。感触もいいし汚れもつきにくいし、その点ではすでに注目されてたんだ。ヘビ革はデコボコした歯の表面のような鱗で覆われてて、汚れが付着しにくい特徴があり、なんとサイズの小さいウイルスまでも弾くことができるようになっているんだ。これを応用して、ヘビ革の清潔さを活用した抗菌カテーテルが開発中だ。実際に使われたら医療業界で幅広く使われそうよね。次に紹介するのはガの目から作られた光を反射しないフィルターだ。霊夢はガの目がどんな作りになっているか知ってるか？詳しくはわからないけど、複数の目が密集してるんだっけ？ああ、小さな目がたくさん集まってできている複眼を持っているんだが、これが非常に巧妙にできているんだ。ガの目の表面には無数のデコボコの突起があって、電子顕微鏡でないと判別できないぐらい小さい。めちゃくちゃ密集してるじゃない。これはモスアイ構造とも言われていて、目に入ってくる光を屈折させて反射しないようにしている。なんか理由があるの？ガは基本的に夜行性の生き物で、周囲に擬態しながら生きているんだが、万が一月の光で目が反射してしまうと天敵に見つかってしまう。それを避けるために光の反射を抑えて天敵にバレないように進化したわけだな。この仕組みはテレビの液晶やパソコンのモニターにも使われていて、部屋の照明の反射を抑えてるんだ。あとはスマホにも使われていて、太陽の光で眩しくないのもガの恩恵だな。今じゃ誰でも当たり前のように使ってるけど、反射したら眩しくてしょうがないものね。と言っても危ないから歩きスマホはしないようにな。ああ、
生き物ってすごい特徴をたくさん持ってるのね。それに比べて私たちなんてただのおまんじゅう。いや、人間を参考にして作られたすごい建築物も実はあるんだぞ。は。なんでそれを教えてくれないのよ。じゃあ最後に紹介するのは、人間の大腿骨を参考に作られたエッフェル塔だ。大腿骨ってどこだっけ？人間の太ももの部分の骨だな。この部分にはある秘密が隠されているんだ。大腿骨は細い繊維で構成されていて、この複雑な作りが軽さと強度を出しているんだ。そしてエッフェル塔の下の部分を見てみよう。こんな感じで無数の鉄筋が張り巡らされている。なんか適当に作ってると思ったけど、ちゃんと理由があるのね。ああ、人間の骨を作る繊維のように複雑かつ丈夫な作りになっているわけだな。人類の歴史も300万年くらいあるわけだから、ちゃんと理由があって進化しているんだ。そう考えれば、まだまだ体の中にも歴史を変える科学のヒントが隠されてるかもな。それならきっと私たちの体の中にも秘密が、あんこが詰まってるだけじゃないのか？この動画が面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。Twitter も更新しているので、そちらのフォローもぜひぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。